東京ディズニーランドおよび東京ディズニーシーは新型コロナウイルスをはじめとする感染予防および拡散防止のため、2月29日土曜日から3月15日日曜日の間臨時休園いたします。再開日につきましては3月16日月曜日を予定しておりますが、関係行政機関等と密に連絡を取り改めてお知らせする予定です。なお、ディズニーリゾートラインは期間中6分から13分間隔で運行いたします。駅構内や車内では席エチケットおよび分散乗車にご協力をお願いいたします。